NHK は19日夜に放送したニュースウォッチ9で、同日午後1時過ぎから NHK の短波ラジオなどの国際放送とラジオ第2放送で伝えた中国語のニュースの中で、外部スタッフが尖閣諸島、沖縄県石垣市について中国の領土であると述べるなど、不適切な発言を行ったことを明らかにした。同番組によると このスタッフは NHK の関連団体が業務委託契約を結んでいる中国籍の40代の男性で、日本語の原稿を中国語で翻訳してラジオで読み上げる業務を担当。NHK は関連団体を通じて本人に厳重に抗議し、関連団体は本人との契約を解除する方針だとしている。NHK は同番組で、ニュースとは無関係の発言が放送されたことは不適切であり、 深くお詫び申し上げます。再発防止策を徹底しますとしたコメントを放送した。